チャオ、あちゃんです。今日のあちゃんちの晩ご飯の後のデザートはセブンで買った、一口ブラックガトーショコラクーベルチュールチョコレート仕様、はい、260円です。はい、これ食べたいと思います。何個入ってんだろう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 5時だよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9個、1人3個ずつぐらいね。はい、では食べたいと思います。あ、うん、おいしい。はい、うん、そこがね、うん、ほんのり苦くて、うん、おいしい。316キロカロリー、タンパク質 6g、 脂質 17.3g、 炭水化物 34.3g、 ナトリウム 8g。 だから1個あたり、30キロカロリーぐらい、32キロカロリーぐらい、全然大丈夫です。はい、はい、うん、おいしい。ちょっとね、お片付けして、うん、休憩で甘いものが欲しくなってね。お茶、ご飯の後ね、ちょっとね疲れて、ご飯の後お風呂入ってちょっかもだけど、お片付けしたらまだ汗かくし、じゃあまあちょっとね、うん、あの20分、30分ゆっくりして片付けようと思って、今ねもうだいぶ片付いた今年はね、ミキちゃんのあれがあったから、あのミキちゃんの7回忌やったから、この時の4月にね、あの片付けて収納をね手伝ってもらって作ったから、片付けやすいありがとうね。それで、で今ね収納にある程度収めてね、収納の中のもんでいらんもん捨てたりとかしてね、ちょっとこうやってて、やっぱりねお洋服が多いねんね。お洋服の収納がないから、押し入れをね一回、ほんまね、うん、秋になったら押し入れの中身を一回見直して、プラレールがね衣装ケース4箱、5箱、6箱くらいプラレールが詰まってんね。もうあれいらんしさ、ヤフオクで出すかな。プラレール多分ね、みかん箱いっぱい、ジャンクみたいなんでね、何倍かにして出そうかな。多分捨てすることはないでしょう。またね、ヨウとかヒカルの子供が生まれるってなった時にね、使うかどうかって分からんしね。だから、まあでもその頃、まあね、プラレールだから、あっちゃんが子供の頃からあるから、おじいちゃんが使ってたやつだよ、おばあちゃんが、おばあちゃんは使わへんか、使ってたやつだよって言って、孫にあげるっていうのもできるらしいんでね、今そういうのが流行ってるらしい。だから、ね、おじいちゃん、おばあちゃんが孫に、自分の子供に買ってあげたと同じものを買ってあげられるっていいとか言って、プラレールはね、流行ってるらしいんだけど、だから、怖っ、なんか女性キャリア官僚が弟に包丁で刺されて死亡言うてる、怖いね。うん、ね、そんな感じでね、お片付けをちょっとして、ちょっと今甘いもの食べたからね、ちょっとなんかこう一段落ついて、またお片付けを頑張れるかな。ちょっとお片付けさせたら飲み物飲まへんからね、もうあの熱中症みたいになってしまうからね、そう時々飲み物飲みながらやりたいと思います。今回は、ね、もう子供に手伝わせてね、うん、一緒にやってね、うん、
やっぱりね、お片付けを手伝わさんとね、いっぱい出す、自分で苦労したらさ出さへんと思うしさ、頑張ってやらします。はい、ということで、あちゃんと一緒に3人でお片付け、もうちょっとだけ頑張ります。もうちょっとでね、だいぶいけないけど、お洋服がね、収納できへんのがあんのとね、洗濯機壊れて、ちょっと洗濯機の、まあ、昼間ね、遊んでたから今日はね、だから余計やねんけど、まあ今日もうちょっとしたらあと1時間2時間で片付くかなと思ってんねんけどね、って感じで片付けたいと思います。ではまたね、バイバイ。美味しかったよ、セブンのガトーショコラ、ブラックガトーショコラ、一口ブラックガトーショコラ、9個入りで260円でした。美味しかったです。ではまたね、バイバイ。